1戦目の皆さんの試合を今見ているんですけど、リプレイを見て少し解説していきたいと思います。レナさんがレベル1で死んでしまったシーンがあるんですけど、おびき寄せてきてる、よくないよ。ベストヒットを私は取らないように。あ、待って、1キルすることが大事。逃げた逃げた、ごめん死んじゃった。射程っていうのがキャラクターごとにありまして、このキャラクターは敵を殴れる射程がすごい長くて、対面のフィズっていう敵は短いので、その差を生かして霊の有利を取っていくんですけど、レナさんはここで殴り合いをしてしまってるので、ここでレベル1キルが取られてしまって、そこから霊の不利が広がってしまったのかなって思ってます。敵のスキルを誘うように細かく動きながら、ミニオンだったり対面のプレイヤーだったりを殴るのが理想なんですけど、やっぱり最初のうちは難しいので、こういう風にそのまま普通に立って敵を殴ってしまうっていうことが多いかなって思ってます。ラストヒットの取り方について説明したいんですけど、このレナさんが今からミッドレーンに戻る際に、こうタワーがミニオンを攻撃してると思うんですけど、このミニオンの体力ゲージのところに左端の方に黒い線があるじゃないですか。そのライン以下でミニオンを殴るとラストヒットっていうのがこのワイルドリフトでは取れるので、線より下で AA がちゃんと挟めるようにミニオンを殴るとラストヒットが上手に取れるので、試してみてください。ここからはそのレナさんがやった目標の1キルを取ることができるシーンになるので、ちょっと解説していきたいと思います。ボットで有利を作って、そのサポートと ADC がミッドにガンクしに来てくれて、レナさんがキルを取れるんですけど、レナさんまだ初めて2日なのにもかかわらず、ここからフィズを強力前に倒すことができるので、ちょっと見てください。待って、倒せそうじゃない、これ倒せそうじゃない、これナイス。皆さんはこのアルティメット必殺技を使って、敵に近づいた後他のこのスキルだったりこのスキルを当ててうまく敵を倒していたので、2日目にしてはすごい上手だなって思いました。スキルの CD がこれはとても長いので、変なタイミングで逆に使ってしまうと、今このスキルがあったらとどめが刺せるのにっていう時に使えなくて、今回みたいなキルが取れなくなるケースも多いので、アルティメットっていう必殺技を温存して、ここでキルにつなげたレナさんのプレイの仕方はとてもいいなって思ってます。とこっからのプレイは、そのレナさん結構グイグイ行きたいってタイプじゃないですか。それがうまく言い切ってキルにつながったシーンがあるので、ちょっとご覧ください。ナイス引っ張り、ナイス引っ張り、待って私が、あー、しっかり倒せた倒せた倒せた、見て、あ、見てないか、見てるこのシーンでレナさんがチャームを当てて、でそのキルのトレードにはなってしまうんですけど、目標として前に出たおかげで1-1トレードで、そこから味方もキルを回収して、キルの1-2のトレードになって、チームでゴールド的には有利になったので、このプレーはすごいいいプレーだなって思いました。このトレードがいい点には理由がもう一つありまして、敵のフィーズはとてもキルを集めているんですけど、その敵のダメージを出せるキャラクターが1人落ちるのに対して、普通に育っている自分とのトレードになるので、集団戦での今後のダメージの差にも関わってくるので、これはいいトレードだなって思ってます。ここからのシーンは自分の体力を身代わりに敵を誘導して、うまくキルにつなげるレナさんのプレーが見れるので、ご覧ください。いやー、襲ってくるこの人、やばいやばいやばい、やめて、やっとー。このように自分の体力が少ないと敵は追いたくなるじゃないですか。それを利用して陣地のタワーの下まで敵を誘導して、スキルは1個外してしまってるんですけど、他のスキルを当ててキルにつなげたので、こういう誘導の仕方もワイルドリフトにはあるので、それを考えながらプレイしてみてください。ワイルドリフトっていうゲームは、その試合が進んで自分のレベルが上がっていけばいくほどデスタイマーっていうのが長くなっていって、死んだ後の復帰までの時間が長くなってくるゲームなんですけど、後半になってしまえばなってしまうほど1デスがすごい命取りになってしまうんですけど、デスタイマーがこの時点で今
1回死んでしまうと40秒以上取られてしまって40秒間何もできなくなってしまうぐらい後半に持ち込んでいるんですけど、ここでちょっと自分のプレーの解説になっちゃうんですけど、ナイス、敵を3キルか4キルして40秒間敵は出てこなくなるっていう状況になって、こうネクサスを割る時間があって試合を畳むことができました。 MVP の基準はその AI が判断してしまうんですけど、若松さんがサポートっていうロールでミッドにすごい助けに行ったりボットを勝たせたりっていうプレーをしたので MVP がついたのかなって思ってます。ダメージを見てもそうなんですけど、これがアタックダメージキャリーの出したダメージ量が 36,000 に対して、サポートっていうのは本来 ADC のサポートをしてそれで敵から守ってあげたりっていうダメージを出す役割ではないんですけど、若松さんは 33,000 っていうチーム内で2番目に大きいダメージを出しているので、それが MVP に選ばれた一つの理由かなとも思います。